どうも、八木島です、えー。今日はこれ、インディペンデンスデイ。えー、今日はね、動画が公開になっている今日、2024年7月4日なので、もう、7月4日に合わせて、今回はインディペンデンスデイの話をしていこうと思います。それでは、やっていきましょう。 イインンンデデディペンデンスデイこの作品が公開されたのは1996年の7月3日。ね。あの、前評判が高くて、実は7月2日の晩から公開してる劇場が当時たくさん出るっていうぐらい、 あの、期待作だったんだよね、その頃のね。なんで7月2日から始めたかっていうと、これの舞台が、もう、なん舞台がっていうか、物語が始まるのが7月2日からで、7月4日にかけての物語なので、まあまあまあ、それに合わせてっていうことだよね。物語の期間としては、マットマックス、怒りのデスロード、あれと同じぐらいっていうことだよな。そういうことだよね。うん で、もう30年近く前、28年前になるのかなの、うん、作品なんだけれども、当時っていうのはもうまさに、まさにこの,この帽子の時代ですよ。僕からすると。その頃に被ってたもんだから、これ。で、他のあのキャノンの帽子とか、 なんだっけモスバーガーかどっかの帽子だよね。ミスタードーナツではないよな。確かあれもその頃だったような気がする。もうちょっと新しかったかな。ね、フレッシュって書いてある。あの、もうどこのだったか忘れちゃったけど、なんか食べ物屋さんですよ。それもなんかその頃だったようにも、もうちょっと新しいかもしれないけど。まあ少なくともこれとあのキャノンの帽子は、この時代の、ね、あの、この頃、 僕が使ってた帽子が残ってたんでね。今、YouTube 用で被ってるんだけども。あのー、当時の日本と今とだと、やっぱりだいぶ様変わりしたわけですよ。一番変わったなと思うのは、まず日本でドライブインシアターってなくなったでしょ。ね、あの頃はまだ日本にもドライブインシアターって結構あって、車で見る映画館ね。 映画館とは言わないよね。敷地の中に車をこう並んで止めさせられて、巨大なスクリーンに映すわけですよ。で、それをみんな車から見る。あの、ジュラシックパークの中でティラノサウルスに、ね、ィレックスに襲われるシーンがあったよね。ああ,あ,あいうタイプの、まあ、シアター。アメリカではまだ普通に田舎の方行くとあるけどね。日本ではもう、 壊滅したんじゃないのゼロじゃないのかなね、光の問題とか、いろいろあるし、まあ当時はもちろん排気ガスは出しっぱなしだしね、エンジンかけたままだからさ。当然だよね。あの、音を聞いたりとかするためにも車のエンジンかかってないといけないからさそう。なんだけれども、まあメリットとしてはスクリーンがとにかく絶対でかいわけだよね。見にくいけど。<laughs> ね、車の中からだからさ。 なんだけれども、あのー、やっぱりこの映画って車の中から見ると違うよね。気持ちがね、雰囲気がね。そう思うんだよね。だから当時僕の友達なんかもドライブインシアターに86でね、行って見てたりとかしてたよね。A86 でね、行って見てたりとかしてたよね。何回行ったなんて話をしたのをまあ、はっきり覚えてるんだけれども。 そのぐらい年数経ってるんだけど、僕はもう毎年7月4日になると、この映画を見るわけですよ。ねこの映画を、このインディペンデンスデイを見て、えー、次に続けてリサージェンスを見るようになったわけですよ。ねで、まあとりあえずリサージェンスとは今回いいわけだけど、話さないけれども。あのー、まあ毎年これを見ないと7月4日という気持ちに、 ならないぐらい、もう僕の中にはね、ストンとハマり込んでるやつでね。だから、あのー、今日も、この動画が公開になったら今日も、多分、見てたんじゃないのかな朝から。<laughs> きっとね、わかんないよ。これ撮ってるの6月だからね。わかんないけれども、あのー、まあ、見てたはず。見てると思う。うん なんで、この動画見た後、ああ、そうかと思って、もう一回皆さんも見てください。ね。で、まあ、そのぐらい昔だから、この映画も、あの、インカメラで撮ってる映像がいっぱいあるわけですよ。あの、インカメラ。CG ではなくて、カメラで撮った中で基本的には終わらせるっていう、ね。いわゆる特撮ってやつですよ。SFX。 でこの時代すでに、えー、CGI ってものは、ね、出てきていたんだけれども、あのー、まだまだ高いもので、ね、たくさん使うっていうのもあれだった時代でだからこれは8割が SFX で撮られて2割が VFX 当時はまだ VFX って言葉は一般的ではなかったよね、うん、CGI。 だね。コンピュータグラフィックスイメージ。そう。そういう感じで、えー、撮られた作品でね。あのー、ポスタービジュアルは、我はまあなんか、本当に公式かどうかわかんないんで出せないか。あのー、ホワイトハウスを攻撃するシーンがあるじゃない作中でさ。あのホワイトハウスは、もちろんミニチュアなわけなんだけど、幅は4点、 3メートルだったかな。で、高さが1.5メートルとかある。まあ、でかいやつでね。まあ、これ結構、結構な値段するわけですよ。ミニチュアって言っても。で、爆破失敗したら、あのー、いけないじゃない。だから、指も作ってあったんだけど。何しろ当時これ撮影中から話題になってた映画だったんでね。あのー、 マスコミとかを呼んで、そのホワイトハウスの爆破シーンを撮ったわけですよ。ねこれで失敗したまずいっていう気持ちも高まるじゃないそ,うそれで撮ったわけなんだけども、ものすごい数の爆弾がその4.5メートルかける1 5メートルん ?4.5 メートルまあいいや。なんかそのぐらいの大きさの、えー、ミニチュアに、もう無数の爆弾が種類の違うのがね、仕掛けられて、 あのー、ちょっとした時間差で、ババーンって爆発する。ね。で、それを、えぇ、ー、300コマ秒のハイスピード撮影で撮ったものが、あの本編で使われてるのね。そうじゃないと、爆発ボーンで終わっちゃう、終わっちゃって、なんだかよくわからないから、あのー、300コマ秒。ね。普通は1秒間で24コマだけれども、 それを300個まとって、あのー、そのスロー映像をそのままね、こう、デレレレー、デレレレーって音楽とともに、こう、ボーンとなって、ねえ、あのー、間一発、エアフォースワが脱出するシーンですよ。ねえ、あのー、あの場面はさ、あのー、 そうやって撮影してるわけなんだけれども、あのー、結局みんなそういうやり方をしてるわけだよね。あのー、他の街がこうバーンと壊されて、火の手がバーッと襲ってくる、うん、ね、シーンがあるでしょ。あの、あのシーンの迫力すごいよね。うわ、やべえと思うんだけども、火って横には広がんないからさ、上だからさ。だから、あれを撮るために、あのー、ミニチュアを 立てたんだよね。こうで、十度傾けて、下で爆発させるそうすると、火は上に向かって駆け上るから、それをこっちからこう取れば、ね、火がわーっと街に広がってくるっていうような絵が取れるんで、そういうやり方とかで撮ってるんだよね。で、えー、それに対して、あのー、宇宙船と空中戦をする、じゃない、終盤、もうね、 ものすごい数がいて。ね、で、あれは CG との組み合わせでもってやっててっていう。ちょうどだから本当、なんていうのかな。今だったらその爆破のシーンだとか何だとかっていうのは CG でやっちゃうところなんだけれども、あのー、ね。まだアナログに撮っててっていう。まあでもやっぱり実際に爆破したシーンの方が、 迫力はあるよね。火の見え方って違うもんね、やっぱりね。うん、だからあのゴジラマイナスワンで波の描写に彼がこだわったのは、やっぱり実際に撮った波のしぶきと CG で作ったものだと細かい部分で違うから人間ってそれを感じるんだよな、迫力の部分としてさ。そこの差はあるから、もう一回僕は SFX に廃棄した方がいいんじゃないかって思うところはあるんだけれども、 まあ、とにかく、は坂かでもって、ね、こう混在してる。そういう作品なわけだよね。うんだけど、あのー、この作品は、その VFX だけが、あのー、VFX、SFX と VFX のこの混在だけが話題だったかっていうと、まあ、やっぱりそうではなかったわけだよね。 あの本質的な面白さっていう、本質的、うん、物語、映画としての面白さっていうものが他にも十分あったから、うん、これは大ヒットしたのであって、あの、チンプだとは言われるんだよね、うん。ストーリーがチンプだみたいなことはさ、確かに、あの、宇宙戦争みたいな部分っていうのは、 あるよねあの。ウェルズの宇宙戦争60年代だっけの映画だったり、トム・クルーズだったりっていう。結局あれはウイルスで死んじゃうわけだけど、あの今回はコンピューターウイルスを流し込むことでやっつけるっていう物語ではあるんだけれども、まあ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 当時から思ったよね。いや、エイリアンのコンピューターに効くウイルス作れんのかよ、それ、みたいな。あのね。 まあでもそこを突っ込んじゃうとさ、こういう SF 映画っていうのは、ほら、あくまでロマンで見るもんだからさ、そう、ねそういうのはあったにしても、まあやっぱり魅力的な部分は非常に多かったんじゃないかと。特にやっぱり魅力的なのは、あの、大統領の演説だよね。あのー、フィクションのね、大統領の言葉の中で、僕はこれが一番胸熱だ。 あの大統領の演説だったんじゃないかと。で、この時代さ、戦う大統領ってのは多かったわけですよ。あのゲームでもあったし、えー、っと、ハリソン・フォードのエアフォースファン、あれでもね、ハリソン・フォードが演じてた大統領は戦う大統領だったよね。悪党バーンってやっつけるタイプのね。で、今回は、まあ、空の男ということで、パイロットでね、空を飛んで、 デッキを打ち落とすそういう勇敢な大統領であると同時に熱い魂の演説をしたわけだよね。演じたのはビル・プルマン。ねあのー、彼の息子もパイロット役やりましたよ。トップガン・マーベリック。ねで、そのビル・プルマンが演じた、えー、ウィットモア大統領。彼の演説っていうのは、 15分です。たった15分で書かれたもんで、あのー、脚本の名前出てこなか知った。脚本の、彼がね、あのー、監督の、<laughs> エメリヒ、ローランド・エメリヒに、えー、この演説どうするっていう話をしたときに、まあ。 ヘンリー5世の演説を超えるぐらいのものでいいよっていう結構な無茶ぶりをして、で、あの、エメリヒはなんかまあ檻の中のクマみたいにうろうろしてたみたいなんでね、他のことをしながらね。で、こう、15分で書き上げて、エメリヒに渡して、よし、これで行こうっていう風になったみたいなんだけれども、あの、 その、撮影の直前までね、直してないことを忘れてて、直さなきゃとは思ってたらしいんだけど、やばい直さなきゃと思って、で、現場に行って、見たらもう、リハが始まってるところで、ビル・ブルマンがね、もうあの演説をやってて、うわーっと喝采が起こってて、このままで行こうっていう。 ことにしたらしいのよね。だから、わずか15分で書き上げて、あの、パッとインスタントに渡したものが、一時一句違わないまま本編で使われてるっていうのが、あの、ウィットモア大統領のね、あのー、もう、胸に残る、あの演説ですよ。ね、あれ何度でも聞きたくなるやつでね、もう僕はもう毎回見るたび、あのシーンはもう熱くなって泣いちゃうんだけどね。そう まあそういう部分であるとか、あの、まあいろいろあるけれども、あそこだよね、あの、最初に、えヒラー、ヒラー、キャプテンヒラー、ヒラー、キャプテンヒラーだね、がこう、ウィル・スミスですよ、あの、仲間を撃ち落とされながらも、ね、たった一人で生き残って、 ね円盤をダコーンとじ、あの、なんていうの、崖にぶつけて墜落させるよね。あそこで、ウェルカムスィアースなんつって、ぶっこくってさ。あの、あの、ぼっこくるシーンも、あ何すげえキャラクター感が溢れてて、素晴らしいんだけども、そこからほら、砂漠を引きずって歩くじゃないパラシュートにね、ねエイリアンを包んでさ。で、 その時に匂いが我慢ならなくて、I could be in a barbecue! とか言って潔白ってさ、ね、あの、荒々しさとかまで含めて、あの、キャラクターがすごい立体的で魅力になってるっていうのが、まあ、カイツマンダイもたった二つのシーンだけれども、そういう部分がこう、随所にあって、あの、ね、魅力的になってるっていうのが、やっぱり、 この作品のね、人気がある原動力になってんじゃないかなって思うんだよね。それで、あのー、そういう脚本はどう書かれたかって言えば、あのー、ティム・バートンがさ、あのー、同じような SF 作品を、あっちはコメディだけど、撮るっていうねまあそれがマーズ・アタックなんだけれども、あのー、 公開時期が重なっちゃうっていうんでこっちは慌ててね3週間で書き上げられたんだよねそんな脚本がねだからまあもう書く段階で割と高い情熱があって書かれたのかななんていうような気はするんだよねあとはまあノリノリだったんだろうなこういう映画をやるっていうのがさねローランド・エメリヒがまた何かぶっ壊すってねロサンゼルスもニューヨークもねえ ホワイトハウスもぶっ壊すっていう。まあもう破壊王の名前が欲しいままの時代ですよ。ねえ、まだマイケル・ベイルの名前がそんな出てきてる時代じゃなかったし。えバッドボイスのが多分これよりも前だよね。前だよね。うん。だから、ねもう存在はしてたけども、まあやっぱり大御所の方の破壊王の名前はエメリヒだったんでね。 今は破壊王って言ったらマイケル・ベイだけどさ。そう。ねまあ、そんな映画がインディペンデンス・でいいですよ。まあ、うん、これが面白かったのは、もうね、ここまで散々話してるんだから、僕がどれだけ好きかっていうことがまあ、わかるんじゃないかなとは思うんだけれども、えー、その後、20年後だったっけにリサージェンス。リサージェンスっていうのが、 まあ作られる。インディペンデンス・デイ・リサーゼンス。ねこっちはまあ評価が悪い。なんだけども、僕はそんな悪い作品だとは実は思ってなくて、全く趣旨が違う作品でね、あの、テイストから何からが違う。だけど世界観が一緒って。まあこの20年という時間をどう解釈するかっていうのが、あの作品を評価する。 上での、あの、一つの肝になってくるんだろうと思うんだけども、その辺の話は、えー、来年の7月4日に、えー、しようかなという予告をして、ここで今回は終わりにしようかなと思います。えー、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。